もう福岡って町をもっともっと面白くしたいと、エキサイティングな町にしたいと。その言葉が社員たちを引きつけるし、お取引先とかに対しても吸引力になっていると思います。福岡地所株式会社、大型プロジェクトの開発運営を手掛ける不動産ディベロッパーです。保険代理店として営業を開始、後に不動産事業に参入。平成8年にはキャナルシティ博多を開業します。こういうものを今まで福岡になかったから、福泊一体化という中でドーンと作ればインパクトあるなってことは思ったですね。それからますます面白いものを作りたいという感じになっていくわけですよ。しかしやがて IT バブルの崩壊などによりアメリカの景気が後退、日本の不動産業界も厳しい時代を迎えます。会長は危機を乗り越えるためアメリカに留学中の社長のもとへ。なんとかねやる方法としてはリートってのをこれなんか考えられんかと僕は言ったんですよ。それでリートっていうのを前向きで考え始めたわけです。リートとは投資家から集めたお金を不動産に投資する不動産投資信託のこと。福岡地所は平成15年に着手し、平成17年に上場を達成。日本には東京しか投資価値のある都市はないと思われていたので、東京以外の都市も伸びるんです。福岡は人口が唯一成長してるんです。福岡は人口に占める若者が多いんですと話をしました。以来リートは福岡地所の巨大プロジェクトを資金面で支え、天神ビジネスセンターの誕生を導きます。リートも合わせて5000億ぐらいの資産を持ってるんですけど、作っては売却して得た代金で次の開発に投下するっていう回転型ディベロッパーっていう表現をしてますけれども、そのやり方がマストだと思います。座右の銘は何ですか？福岡を面白く、それはもう本当に座右の銘です。高杉晋作の面白きこともなきを面白くっていう、福岡地所も福岡のその街づくりで先陣切るっていうところは残したいです。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。